トランジスタートランジスターロジックはバイポーラトランジスタと抵抗器で構成されるデジタル回路の一種。論理ゲート弾と増幅弾のどちらの機能もトランジスタを使って実装しているのでこのように呼ばれている。半導体を用いた論理回路の代表的なものの一つであり、通常プラス 5V 単一電源のモノリシック集積回路ファミリーとしてコンピュータ産業用制御機械、 測定機器、家電製品、シンセサイザーなど様々な用途で使われている。TTL という略称は TTL 互換の論理レベルの意味で使われることもあり、TTLIC とは直接関係ないところでも使われている。例えば電子機器の入出力のラベルなどに表示することがある。TTL の改良品であり、様々なメーカーによって IC が製造されているが、1970年代に テキサスインスツルメンツ社の汎用ロジック IC ファミリーが広く普及して業界標準となった。標準シリーズから高速版、低消費電力版、高速、低消費電力版などのバリエーションを広げ、初期のマイクロプロセッサの応用の広がりとともにさらに普及した。しかし、バイポーラトランジスタを使うため、低消費電力化、高収積化、低電圧化には向かず、 CMOS 技術の発達に伴い、デジタル IC の主力の座を CMOS に譲った。ランドゲートを4個集積した74001961年、TRW のジェームズ・エルエが新たに開発する集積回路の設計技術に特に適したものとして発明。当初はトランジスター、カプルドトランジスターロジックと名付けられていた。最初に製品化された TTL の IC チップは、 1963年にシルバニアが製造したものでサルベイニアユニバーサルハイレベルロジックファミリーと名付けられた。シルバニア製の電子部品はフェニックスミサイルの制御に使われた。TI が軍用規格の5400シリーズ IC を1964年に発売し民生用規格でパッケージもプラスチックにした7400シリーズ IC を1966年に 発売すると TTL は電子システム設計で広く使われるようになっていった。TI の7400ファミリーは業界標準となった。モトローラ、AMD、フェアチャイルド、インテル、インターシル、シグネティックス、マラード、シーメンス、SGS、トムソン、ナショナルセミコンダクターといった半導体企業が7400ファミリー股間の IC を製造した。 単に互換 TTL 部品を各社が製造しただけではなく他の回路技術を使った互換部品も製造された。ただし IBM は他とは互換性のない TTL 部品を製造し、社内でシステム38、IBM4300、IBM3081 といった製品に使用していた。なお、54シリーズと74シリーズの中間的な 位置づけの製品として64シリーズも存在し、数年間は製造されたが、その後廃止となっている。TTL という略称はバイポーラ派。最近のロジック IC ファミリーである 74AAS、ALS は1985年に登場した。2008年時点でも TI は様々な古い技術の汎用ロジック IC を供給し続けているが、価格は 以前より高くなっている。一般に TTL ロジック IC は数百個以上のトランジスタを集積していない。チップあたりに搭載される機能は数個の論理ゲートからビットスライス式のマイクロプロセッサの範囲である。TTL の重要な特徴はその低価格差であり、そのためにそれまでアナログ回路で実現していた機能が次々とデジタル化されている。 パーソナルコンピュータの先祖の一つとされるケンベイク -1 は CPU を TTL で構成したもので、1971年当時、マイクロプロセッサはまだ入手できなかった。1973年のゼロックスアルトと1981年のスターワークステーションは GUI を導入したことで知られているが、ルーやビットスライス単位の TTL チップを使って構成されていた。 1990年代まで多くのコンピュータは LSI の間を t t l 互換ロジックで接続するという形で構成されていた。プログラマブルロジックデバイスなどが登場するまで TTL に代表されるバイポーラロジック IC は開発中のマイクロアーキテクチャのプロトタイピングとエミュレーションに使われていた。2入力 TTL、ランドゲート。出力弾は単純化してある。 TTL は DTL を自然に発展させたもので基本概念は共通である。DTL で入力ダイオードで構成しているロンリゲート部分をマルチエミッタトランジスタのベースマイナスエミッタ接合を使って実現している。IC 上のこの構造は複数のトランジスタのベースとコレクタをまとめるように接続したのと同等である。単純な TTL ロンリゲートの出力は DTL と同様に エミッタ設置回路で増幅される。全入力に廃電圧が印加されると、マルチエミッタトランジスタのベースマイナスエミッタ接合部に逆バイアスがかかる。このトランジスタは逆方向アクティブモードにあるため、DTL とは対照的に入力から小さいコレクタ電流が流れる。ベース抵抗と供給電圧の組み合わせは実質的に低電流源として機能する。 マルチエミッタトランジスタのベースマイナスコレクタ接合を通して電流が流れ、出力トランジスタのベースマイナスエミッタ接合が ON になる。したがって、出力電圧は LO になる。一方の入力電圧が LO になると対応するマルチエミッタトランジスタのベースマイナスエミッタ接合は2つの直列の接合部と並列につながる。すると入力のベースマイナスエミッタ接合部は、 出力トランジスタのベース電流を入力ソースに流れ込ませる。出力トランジスタのベース電流が遮断されることでスイッチが切れた状態になり出力電圧はハイになる。繊維の間入力トランジスタはほぼアクティブ領域にある。そのため出力トランジスタのベース電流の大部分を流れなくし素早くベースの電位を下げる。TTL が DTL に比べて優れているのは このようにダイオードを使った入力弾よりも高速に遷移する点である。出力弾の単純な TTL の端緒は出力がハイの時の出力抵抗が高く、その値が完全に出力トランジスタのコレクタ抵抗で決まる点である。そのために接続可能な入力数が制限される。単純な出力弾の長所として出力に負荷が接続されていない時に、 出力の位置に対応する電圧が高いという点が挙げられる。この種のロジックは出力トランジスタのコレクタ抵抗を省略し、オープンコレクタ出力とすることが多い。そうすると、いくつかの論理ゲートの出力を接続して外部に一つのプルアップ抵抗を用意するという設計が可能となり、ワイヤードまたはワイヤード OR にすることができる。 例えば7401や7403がそのような構成である。7400の4つの TTL 難度ゲートの1つ、トーテムポール出力弾がある。単純な出力弾では出力抵抗が高いという。渦のように2つの NPN トランジスタ V3 等 V4 ダイオード V 5電流を制限する抵抗器 R3 で構成される。 入力が LO の時の電流の制御の考え方がこの構成でも適用されている。V2 がオフの時 V4 もオフとなり、V3 がアクティブ状態となって、コレクタ設置回路として働き、配電圧が出力される。V2 がオンの時 V4 もオンとなり、出力は LO 電圧となる。V2 と V4 のコレクタマイナスエミッタ接合は直列の V3 のベース。 マイナスエミッタと V5 のアノードマイナスカソード接合を V4 のベースマイナスエミッタ接合と並列接続する。すると V3 のベース電流が流れなくなり、このトランジスタはオフになって出力に影響を与えなくなる。この繊維の際に抵抗器 R3 が直列接続されているトランジスタ V3 とダイオード V5、さらにトランジスタ V4 に流れる電流を制限する。 また、出力電圧がハイの時の出力電流も制限し、設置との短絡接続の時の出力電流も制限する。プルアップ抵抗とプルダウン抵抗を出力弾から排除することで、消費電力を増大させずにゲートを強化できる。トーテムポール出力弾付き TTL の最大の利点は、排出力の際の低出力抵抗である。その値は、 コレクタ設置回路として動作している上段の出力トランジスタ V3 によって決まる。抵抗器 R3 は V3 のコレクタに接続されており、不機管によってその影響が保証されるため、出力抵抗にはほとんど影響しない。欠点は出力に負荷が接続されていない場合でも、これは V3 のベースマイナスエミッタ管と V5 のアノードマイナスカソード管で、 電圧効果があるためである。論理レベルを例にするには、入力に向かって電流が流れなければいけないため、TTL と同様に TTL は電流シンクロジックと言われる。入力電圧が LO の時、TTL の入力ソース電流は前段に流れ込むので、そちらで吸収されなければならない。この電流の最大値は、基本的 TTL ゲートで約1 6ミリアンペアである。 入力ソースは、こうして流れ込む電流が無視できるレベルの電圧しか発生しないよう抵抗値を小さくする必要がある。推奨されない使い方だが、使わない入力を常に、論理値1にしておくために、どこにも接続しないままにしておくことがある。標準 TTL 回路の電源電圧は 5V である。TTL の入力信号は、設置に対して 0V から 0.8V の時、 LO と定義され、2.2V から 5V の時、ハイと定義される。TTL の出力の電圧範囲はそれよりも狭く、0V から 0.4V が、LO、2.6V から 5V がハイとなっていて、それぞれ 0.4V のノイズのための余裕がある。TTL の電圧レベルの規格化により、回路基板上に、様々なメーカーの TTL チップが混在することが、当たり前となった。 同じ製品でも製造日が違えば異なるメーカーの TTL チップを使うことがあった。製造後何年も経った回路基板の修理に新たに製造された時計の TTL チップを使うことが可能である。電気的特性が広く統一されていたため、相性などを考慮する必要がなく、理想的な論理デバイスとして扱えた。TTL 論理ゲートの出力を CMOS ゲートの入力に使用する場合など、トーテムポール出力弾の論理レベル1の電圧を VCC に高めるために、出力ピンと VCC の間に外部抵抗器を挟んで接続することがある。ただしこのようにすると、トーテムポール型の出力を単純な基本的 TTL 出力に戻していることになり、大きな出力抵抗が生じる。 1965年から1990年にかけての多くの集積回路と同様に TTL デバイスはスルーホール実装用にパッケージされた14ピンから24ピンのディップが一般的だった。エポキシ樹脂製が一般的だがセラミック製もある。大規模なハイブリッド IC 向けにパッケージされていないビームリード付きのチップダイスも作られている。 軍用や航空宇宙用には表面実装パッケージの一種であるフラットパックでパッケージされている今では TTL 互換デバイスの多くは表面実装型のパッケージであり様々な種類がある TTL はすべての入力が一つのベース領域上に形成されるマルチエミッタトランジスタになっているため構造的に集積回路に向いている個別部品で TTL 回路を構成しようとするとコストが高くつくが IC で実装すると逆にコストが下がる。詳細は汎用ロジック IC を参照 TTL デバイスは一般に等価な CMOS デバイスに比べて消費電力が大きいが CMOS デバイスがクロック周波数を上げると消費電力が大きくなるのに対して TTL ではそれほど増加しない。 イクルに比べると消費電力が少なく設計も容易だが、スイッチング性能は低い。性能と経済性を両立させるために TTL とイクルを混在させてシステムを構築することもあったが、両ファミリーの間にレベルを変換するデバイスを必要とした。初期の C o s デバイスは静電気の放電に対して TTL より弱かった。 TTL デバイスの出力構造により出力インピーダンスがハイ状態と LO 状態で異なるため伝送線の駆動には不向きである。そのためケーブルなどで信号を送る際には伝送線駆動のための専用デバイスで出力をバッファーリングするのが一般的である。イクルは出力インピーダンスが対照的であり、このような欠点がない。トーテムポール構造の出力弾の場合、 上下のトランジスタが同時に ON になる瞬間が存在し、電源からの電流がかなりのパルスとなって流れる。このパルスが IC 間で影響を及ぼし合い、結果としてノイズマージンが低下し性能も低下する。TTL システムでは一つか二つの IC パッケージごとにバイパスコンデンサを配置するのが一般的で、それによって電流パルスが他のチップの電源電圧を 瞬間的に低下させないようにしている。いくつかの製造業者は TTL 互換の入出力レベルの CMOS ロジック IC を販売しており、ピン配置なども TTL と合わせていることが多い。例えば 74HCT シリーズは CMOS テクノロジーを使い、バイポーラの74シリーズの部品と置換可能である。技術の進歩により互換性を保ちながらスイッチング速度や、 消費電力を改良した部品が生まれた。各ベンダーはそれらをショットキーバリアダイオード付きの TTL として製品化したが、例えば LS ファミリーなどの回路構成は実際には TTL に近い。標準 TTL ファミリーではゲート遅延が10ナノセカンド、電力消費がゲートあたり10メートル W で、電力遅延つまたはスイッチングエネルギーが約 100PJ である。 その派生及び後継のファミリーとしては次のものがある。多くの製造業者が動作温度範囲が民生用のものとより広範囲な軍事用のものを製品化している。54シリーズはミル規格74シリーズは一般用の品質保証規格で製造販売される民生用である。例えば TI の十四シリーズは摂取零度から摂七十五度までとされているが、 54シリーズは低、摂氏55度から摂氏125度までとなっている。軍事用や航空宇宙用に特に品質を高めた、高信頼部品もある。放射線耐性を高めたものもある。基準とされる電圧レベルベル C が登場するまで TTL の IC チップを使ってミニコンピュータやメインフレームのプロセッサを構築するのが標準的技法だった。例えば、 DEC の初期のバックスやデータゼネラルのエクリプスがそのような構成である。他にも数値制御、マイクロプロセッサが広まると TTL はグルーロジックとして重要になり、マザーボード上でベルシーで実装された機能ブロックアイつーをぐ役割を担うようになった。もともとはデジタル信号を扱うよう設計されているが、TTL のインバータはアナログ増幅機としても使える。 出力と入力の間を抵抗器でつなぐと、不機関増幅回路として機能する。アナログ信号をデジタルに変換する場合などに使われるが、単にアナログの増幅を行う用途では、TTL インバータは、推奨振動子の信号増幅にも使われる。ありがとうございます。